はい、どうもおっさんです。クラス別ピックアップ召喚日替わりバーサーカーの日になります。今日引くのはバーサーカーといえばこの方、ミートです。よろしくお願いします。よごめん、セリフ取っちゃって。ってことでね、ちょっとやっていこうと思うんですけれども、はい、今日バーサーカーなんで、はい、まあ、もちろんこのキャラクターたちね、全員バーサーカーなんですけれども、はい、特に今回狙ってるのは、はい、やっぱ星5のね、うん、クーフリオルタ、あ、そしてナイチンゲール、はい、そしてエルドラドのバーサーカー、はい、そしてホーグを5にしたいのでヘラクレス。なるほど、この4体をねちょっと出したいなと思って。なるほどなるほど、たくさん引いていきます。70連ぐらいできるのか。そうですね、70連までですかね。はい、はい、じゃあやっていきましょうか。早速、はい、やっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でミートさんはね、あのガンガン飛ばしていくスタイルなんで、皆さんその目に焼き付けてください。来い。まあ、初手霊装だったですね。で 2つ目も霊装と、はいはい、初めてですね。ですね。まだ回る。よし、いいよ。冷蔵だね。来てくれ。なんじゃこれ。ガレイオスだらけ。すごい。やば。どんどん回していきます。はい。まあ、でも呂布今当たっとったよ、1枚。いいね、5枚欲しいね、できればね。うん。はい、飛ばしましたね。はい。冷蔵。まあ、星4確定枠これですね。さあまだ回るか。まだ回る。ちょっと不安になってくるね。まだ回る。今固まった。これさあ、まさか、うん、間違いない。これまさかな、うん、絶対だ。これきおーきた。おめでとう。いや、これ嬉しいね。待っていたよ。これ本当に欲しかったもんね。本当に欲しかった、うん、いや来た。もう目的達成やな。目的達成ね。あとまあナイチンゲールとかね。うん、いやこれは主力だ。今はそれでいいだろ。いいですね、うん、すごいね。もうバスターの威力アップできるしね。いやー、どんどんいきましょう。止まるところを知らないこの男、ミートです。これカレスコとかも出るのかな。出るよ出るよ。お、うん、1枚ぐらい欲しいんだよね。あったら便利よ。まあ 0.2% という壁がありますからね。おお、いいねこれ。 NP60% 3枚目なんで、あともう2枚で、もう2枚で釣れますね。あ、この速さは冷蔵だな。星4の概念レースはやっぱいっぱい出るね。だね。星5、気にせず回していくよ。このね、豪快さいいですね。もう躊躇ないからね、ミートさんは。ほんとできればもう一体なんか欲しいね。そうだね、せっかくならね。やっぱ新規のさっき言ってたさ、持ってないサーバントたち欲しいよね。欲しいよね。これでちょっとさえんな。もう一回いくぞ。もう呂布多分もう宝具5になったんじゃないかな。なるか、これで、うん、サーバントこんか。虚数魔術これ4枚目か。4枚目、ね、うんうん、あともう1枚で、はい。あーやばい。やばいのこの流れ。すごい、あっという間に終わる。あと20連ぐらい。あ、20連だ。あともう1体、1体だけ。まあ嬉しいけど。おお、来たよ。当たらんておるんだ。当たらんておる。おー、来た。連続連続連チャン。バサカよ、間違いない。来た、バサカ、バサカ。おーい。や、これは嬉しい嬉しい。すごいすごい、うん、すごいじゃん、マジで。いいよいいよいいよ。おお、やばい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 。これもそろヘラクレスなんじゃないこれ。そろそろ、いや星5サーバントでもおかしくないんじゃないか。おお、え、マジ神引きじゃんこの10連ってことは。まさかまだまだある。いやいや、さすがにそれはないよ。おお、そう
あびっくりした今一瞬止まったけまさかって落ちちゃった。いやもう十分すぎるよこれ。いやまだあるよ。相当すごかったよ今。お、いやめっちゃ回るじゃんこれすげえ。いやもうもうもういいよ、もうもう十分十分。来ました。全てを燃やし、すげえ、何もかも食らい尽くしてやる。まさかいっぱい増える。あまさか、いやすごい、これすごいよね、えげつない光景。これはスクショ案件。あ3連チャンすごいな。いくよ、はい、ラストよろしくお願いします。もういやもうもう十二分なぐらい引いたと思うけどな。星5出たら嬉しいなまだ回るぞ。もう一丁回ってくれ。まだ回る。よし、でもこれ冷蔵っぽい。星5冷蔵出ないな。出ないね。カリスコ濃い。あはい、はい、っていうことでね、ミートさん、はい、まあ、このような結果になりました。そうですね、まあ、星5サーバントはちょっとね惜しくも来なかったんですけども、はい、まあ、後半怒涛の、そうですね、星43連続ですかですね。これ嬉しいですね。すごかったね。いや予定のそのエルドラドのバーサーカー正直かなり引きたかったじゃん。引きたかった、うん、それが2枚も当たったから、おいきなりホーグレベルにスタートが2ってやばいすごい、うん、しっかりねここから育てていっていただけたらなと。はい、もちろん育てますよ、思います。そして今後のねまた何かしら配信で、はい、困難な敵と巡り合った時にね、まあぜひともその進化を発揮していただけたらなと思いますね。はい、もうさすがにあのフォーリナーとは戦いたくないです、ね、スムヤスの時に戦いたいですねまあ楽しみにしておきますんで、はい、またよろしくお願いいたします。ということでご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた。バイバイ。